チャンネル登録者数2022年に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもオスペンギンの山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城おもしろ研究所。さあ今回私が、ご紹介する豆知識はジーコのサインについてでございます。実はですね、茨城県鹿島市に、チェリオというショッピングセンターがあるんですけども、そこにはですね、世界一大きなジーコのサインがあります。ジーコといえばね、はいはいはい、もう世界的な、レジェンドのスーパースターサッカー選手でございます。もうサッカー神様と呼ばれてる人ですから、ね、そうですね、はい、もう本当に今でいう、メッシとか、あ、もうそうですよ、クリスティアーノ・ロナウドみたいな存在だったジーコ、はい、で日本にも来て、はい、鹿島アントラーズでも活躍して、はい、まあ、監督としてもね、あの日本代表の監督もやられたりして、おなじみのジーコさんなんですけども、はい、その世界一大きいジーコのサインは、その鹿島市のショッピングセンターのチェリオのジーコ広場というところにあります。これそうなんですよね、はい、ぜひね見に行ってほしいですね。はい、これはね我々もそこでイベントとかやらせてもらったことよくあるんですけど、ね、はい、ジーコ広場で、その銅像もあったりして、そうジーコさんの銅像も写真とかもあります。一目でわかります。そう、あの分かりやすいので、そうですね、はい、書いてありますんでね、あの世界一大きいジーコのサインってね。だからこれはですね、気をつけなきゃいけないのは、ジーコさんの気分次第ですぐに抜かれてしまうものなので、もうちょっと大きく書こうとかね、なんか頼まれて壁に書いたとかしただけで抜かれる可能性あるんで、まあ本当にそうなのかわからないんですけど、今となっては、ただまあジーコさんちょいちょいね、まあ鹿島今でもお見えになる時があって、まあまだ直されてないので、さすがにね、おそらく現状でも世界一大きいジーコのサインなんだと思われます。はい、というわけでございまして、皆さんチャンネル登録、高評価、グッドボタン、そして拡散ですね、お願いします。お願いします。2022人になるまで拡散お願いします。ジーコさんがね、拡散してくれたらね、拡散してくれたらね、もう世界中だからもう本当そうよ、もうなんですよ、なんでってなるだろうよね。サッカーのこと何にも言ってないのになんでってなるからね。出てくるのか。まあまあでもね、本当にぜひ皆さんのお力もありがたくね、借りてさせていただいておりますんで、今後ともお願いします。